甲寺町のグランドにやってきました。あ、皆さんいらっしゃいますね、あちらにね。あ、なんか準備されてますよ。播磨の女子サッカーチーム、エース播磨アルビオン。サッカー強豪校出身選手など36人が所属。なでしこリーグ一部への昇格を目指しています。前期は主力に怪我が相次ぎ10チーム中7位。後期の巻き返しに期待がかかります。決めきるところで、しっかり決めきるなとか、チームのために走るってところ、90分間、出てる11人だけでなく、サブも含めて、戦っていけたら、結果にはつながっていけるかなと。普段の選手たちはどんな様子なのでしょうか。ムードメーカーの2人に撮影してもらいました。はい、行ってみよう。はい、やべっち。はい、やべっち。やべっちは勝ったですね。ここさん、あ、ペンで文字を書いてくれている小池心選手。初めて文字を書きます。結構汚めです。こちら播磨の動物園の担当、カピバラでございます。誰言ってお前、誰がカピバラやお前。選手たちの大半はスポンサー企業に勤務。フルタイムで働いた後、練習に向かいます。ハードスケジュールの中でもサッカーを続ける理由は、力仕事をしてからまた練習っていうのは、すごく体力使うんで、単純にもうサッカーが好きだから頑張れるっていうのはあります。でもサッカーのためなので嫌いじゃないです。はい、チームは2012年に創立。2015年に飛び級でなでしこリーグ2部に昇格しました。昨シーズンは終盤まで一部昇格を争ったものの失速し5位。昇格は近くて遠いのが現状です。チームで唯一設立当初からのメンバー、ミッドフィルダー10番の千葉園子選手。身体能力が高く、パスもシュートも守備もできるオールラウンドプレーヤーです。走って守備もしないといけないし、攻撃も絶対一人は中に入らないといけないんで、そういう気持ちで、もう気持ちでやってます。大阪出身の千葉選手、姫路の日の本学園や日の本短大では全国大会で活躍。ピッチを離れるとどんな女性なのか、はい、千葉選手と親しい選手たちに聞きました。ヒール履くね。ヒールとかも履くし、もう女子、もうサッカーしてない感じの。女子力高いです。女子力高い。服装に関してはこの前とかも買い物一緒にいたんですけど、何回も何回も行って振り回されて3、4件行って、でも見つからず取り寄せしました。結局増税前に買うって言ってたんでまた仕事では白衣を着ているそうで、お客様の、サンプルが分析センターなんですけど、届いて油がどんくらい浮いてるだとか水分がどんくらい入ってるかを検査する仕事をしてます。長年チームを引っ張ってきた千葉選手、これまで多くの怪我との戦いでした。手術何回されたんですか、今まで。今までだったら、計8回なんですけど。去年、右膝の前十字靭帯を断裂。さらに、半月板も損傷。また、両肩を負傷し、骨を移植する手術も。それぞれ、全治8ヶ月の重傷でした。9月と11月と1月にまとめて手術をさせてもらいました。絶対そういうなんかもう曲げたらいけない強い気持ちがないと
まあ復帰はできひんと思ってたんで、誰よりもリハビリの量は負けないぐらいに、まあ、やらないといけないって思ってたんで。辛いリハビリを乗り越え、驚異的な回復を見せた千葉選手。予定より2ヶ月も早く復帰を果たしました。そして迎えた8月の復帰戦。右からのクロスに右足を振り抜く得意の形でゴール。自分自身がその点を決めれて、でそこからチームが乗って逆転っていう形に持っていけたのがすごい嬉しくて、なんかこの1年本当に諦めんと頑張ってきてよかったなっていう思えた瞬間でした。チームの顔が戻り勢いに乗るエース播磨は10月12日ホームで強豪オルカ鴨川と対戦。千葉選手持ち前のハードワークでチームを勝利に導きます。応援